はい、皆様こんにちは、社交ダンス解説ダンサー内藤のふだれ TV フリーダンスレッスンテレビですね。今回はですね、 LOD、よく壁斜めに面してなんて言うじゃありませんか、そういう方向について学習いたしましょう。中央斜め、逆中央とかね、そういう、呼び方についてちょっと勉強いたしましょう。特にね、スタンダードは移動しますから。でもサンバ、もちろんルンバもそうですが、サンバ、パソドブレは移動しますので LOD 重要ですね。ルンバとかはあんまり移動しない場合が多いので、一つの LOD だけで方向ね、東西南北みたいな方向を記述したり書いたりね、するじゃありませんか。さて、スタンダードで、ね、例えば何でもタンゴね、ここからだいたい部屋のコーナーからメダルテストのステップとかね、教育会はいろんなとこから出た方が、みんなが離れてぶつからないのでいいんですけども、メダルテストはね、変なとこから始めると書いてもおかしいですから、長い方の LOD、 長方形の会場を想定して、長い方のLOD の、端っこというかね、そこから始めることになってますね。で、例えばタンゴだったら、ね、日本語を押して、ね、リンク、そしてクローズドプロムナード、バックゴルテ、ね、でそこからオープンリバーサンド、こういうふうになるじゃありませんか。それでその時に、ね、例えば会場があります。そうすると、ね、初心者とか、ね、先生どっち向いたらいいんですかと聞きますね。そうすると、当然その先生もね、言い方をね、北の方、とりあえず北を向いてね、うちのスタジオはこれは、こっちが北なんですけど、南、ね、とりあえず南を向いて、そこから45度、75度向いて、ね、だから、こっち南でこっち東だから、南東の方を向いてくださいと言いますけども、これ、会場が変わったら、大体困りますし、大体スタジオの東西南北、分かりませんもんね、先生に聞いたり、しっかり、やってくるときに見ておけば別ですけどね。で、斜めなんかになってる教室もあるかもしれませんからね、うちは正面が南東だという教室もあるだろうし、南東だという教室、30度ぐらいずれてる教室だったら余計覚えれませんからね。確かに東西南北で覚えるといい面もありますよね。で、別に無理にその実際の東西南北に合わせなくてもね、仮にこっちを北としようとね、本当は南西37度ぐらいなんだけど北と呼ぼうとね、そしたら君は南に向かってまず立ってもらうということもありますが、これなかなか毎回行っても大変だし、今度ね、いつもね、うちはこっちがスタジオ来たから、北に向かってウォークウォークとこう習いました。で、今度メダルテストの会場に行きましたそう、メダルテストの会場で、北はどっちだってんで探して、北はこっちだってんで、北に向かって立っても全然違いますもんね。だから会場が変われば当然ね、変わるし、こういう、ね、初心者なんかなかなか方向も大変ですから、先生なんてね、僕もそうですけど、ね、冷蔵庫の方を向いて立ちなさい、冷蔵庫の方にあなた行くんだからって言ってね、こっちの向き、本当に笑い話ですけど、メダルテストの会場行って、冷蔵庫はどこですかって受付で聞いた人がいるって言うんだから、本当に笑いますけどね、そういうこともあるので、ね、柱もそうですよね、教室に柱がある、真ん中に柱があったりしますからね、そうすると、柱に対して右側と覚えた方がいいんだけど、メダルテストとかね、教員会場に行ったら柱がないから、
柱どうかって柱探さなきゃならないって落語のような話になってますからね。でそういうことも踏まえてですね、専門用語でね、東西南北に初心者のうちは東西南北で覚えた方が分かりやすいかもしれませんが、それでは困るしね。それからまたさっきの話の続きになりますけども、テスト会場に行った時にね、教室ではここに冷蔵庫があるんだから、ここに冷蔵庫があると思ってやってごらんとね、ややこしい話になっちゃうのでねなのでそういうことを言わなくて済むようにね、教室を思い出さなくても済むように専門語がね、やっぱり定められています。で、それはですね、どういうことかというと、いろんな言い方が可能なんですけども、まず LOD ですね。 LOD は難しい言葉ではありません。 Line of Dance、 ダンスのライン、つまりダンスの線、ダンスをしていく、進行する、線、ね、線というと進行線なんて訳が辞書にはね、書いてありますけどもね、 LOD、 Line of Dance、 ダンスの線ですね。でそれはこういうふうに一周しているというかね、ちょうど長方形の辺みたいで、第1辺、第2辺、第3辺、第4辺、だから第1 LOD っていうのは、例えばこうですね、今のさっきの覚えで言えば、ウォーク2本、ディープ、クローズドプロムナード、バックコルテ、そしてオープンリバースタンド。ね、例えばですよ、こうしてもらファイブステップをやって、そして今度こっち行こう。コーナーもうちょっと向こうですけどね。で、今度こっち行こうというような場合、今までの部分を第一 LOD でね。で、今度第二 LOD は、オープンプロムナードからアウトサイドスイングでやってみましょう。なんて言うんですね。スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、でコントラチェック、シュッ、で、ピーピーで起こす。こんな風に、記述したりね、書いたりするわけです。で、だから第2の時は、大体ここにね、多少、角っこはどこになるかで、考え違いますけど、それ全然 OK ですね。で、第3の時は、ここ。で、第4の時は、こっちに来て、一周して戻ってくる。で、人によっては競技選手なんかはもうあと半周とか2周ステップを持ってる人もいますもんね。1周だと大体もう1分ぐらいで終わっちゃいますからね。競技会もうちょっと長いので2周とかね、デモするときなんか3周とかあります。そうすると第1に戻るというと第4、第 5LOD、 第 6LOD、 第 7LOD、 第 8LOD と数えたりもしますね。そうじゃないと第 3LOD でこれを第3 LOD でフォーラウェイやるとかいうのと、第7 LOD でフォーラウェイやるというのは違いますもんね。2周目というのには第7 LOD って言った方が分かりやすいですよね。で、それはとりあえず置いといて、例えば左回り、陸上のトラック競技と一緒で、これは心臓が左にあるからと言われてますね。だからそっちの方に傾いていくと体がちょっと重いので自然に傾く。ちなみに右回りね、逆行するとこういうふうに右回りから走ってみるのもね、ちょっといいかと思いますけどね。なので左回りで行くので、いつでもこの建物の中であれば壁がね、右手の方にね、だからこうやって行くので、こちら側は真ん中ですよね、フロアで、こちら側がフロアの外ですから、必ず壁とかね、テラスとか、場所によっては窓ね、があると思いますが、なのでこれを壁、ウォールですね、壁と言います、こっちの方向。で、うちのスタジオは壁がないから、テラスと呼ぶと、呼びたいという人もいるかもしれませんが、これは専門語なので、壁、要するに北とかとね、一緒で専門語なので、壁がなくても、とりあえず壁と言います。ね、それと、例えばここもそうですが、これ壁ね、でこれずっとここまで来たら、壁はここだから、ここということじゃなくて、鏡ですよね、ガラスとか言わないので、壁と言いますね。つまり、うちのスタジオはここが、考えながら、北がこっちだから、西ですね。西という方向は大体もう、ここはどっちへ行っても西ですもんね。例えば、こうやって歩いたからといって、西がこう斜めになることはないですね。どこ行ってもここは西。ね、果てまで行っても、西はこっちですもんね。
っちが壁、ね、でここら辺に来てもあっちだよ壁、ね、壁というふうに呼びます。で壁の反対はさっきも言ったように、フロアの踊るところの中央がありますので、ね、真ん中ですから中央と言いますね。でこれも注意しなきゃいけません。中央っていうのは普通日常生活の感覚で言えばここですよね。だからここね、例えば今オープンリバースカウンターで踊りました、ね、オープンリバースカウンターをこうやって踊ってで、まあ、こう来ましたね。その時中央っていうのは真ん中ぐらいで握るからここでいいんですが、でそのまま例えばまたウォークリングして、ね、で例えば、ね、こうやって5ステップをやってあった時に、はい、中央の方にPP で向きなさいって言われたときに、中央は、中央ここだからね、真ん中、ど真ん中だから、中央の方に PP っていうことは、こっちに PP ね、これから PP に進むときに、こっちだなというふうに思っちゃダメですよ。ダメですよ。中央も、東と一緒で、果てに行っても、その、ね、進行線に対して、真横が中央ですから、中央はこっちですよね。だから、LOE の最終点も、真ん中でも79分の、61ぐらい進んだところでもここ、ね、ですから中央に PP ということはこうですね。でそういうふうにまあ方向付けがされているわけで、第一要因はここから踊り始めればここの角から次の角までです。でその間今言いましたようにもう長い説明を置いて簡単に言いますが、これを LOD と言いますね。進行線ですが、そのまま LOD。で、お尻、反対側を逆 LOD と言いますね。英語ではまあ LOD、against LOD というふうに、一種の、副詞を使ってね、記述するので、逆 LOD、ね。はい、ではちょっとご自分で、心静かに覚えましょうね。はい、そういうわけで、こっちを進行線としたときに、壁とか窓で、壁があればいいんですけども、壁があれば、そういう変なこと言う人はいないと思いますけども、テラスであったり、全面窓であったりね、すると、壁じゃねえから窓と呼びたいという人もいると思うんですけども、専門語ですから壁にしますね。壁と呼びます。で、こちらは真ん中になります。これは、こういう左回りであれば、必ずフロアの方は左手に来ますから中央とします。そして、ダンスでは、まあ、東西南北に対して南東とか北西があるように、45度ぐらいの角度しか8方向ですね、前後左右そしてそれを2分割した4方向合わせて8方向しか考えていません。それ以上もう深くなる、つまり北北方向ですね。そういうのがなると大変ですから、そういうことはありませんので、その8方向の名前が決まっております。真正面は LOD と言いますね。で、後ろは逆をつけて逆 LOD、against LOD、 そして壁、中央ですね。さて、この斜めを何というか中央斜めと言います。でそうすると反対のこっちは逆中央斜めかというとそうではありません。こっちは大体中央から遠ざかってますもんね。だからちょうどここを水面だと思って中央斜めで水面に対して反対語になる、こっちを逆中央斜め、後ろの方ですね。でこれを壁斜めで反対方向の、ね、同じ意味で逆壁斜めと言いますから、壁斜めの反対こちらを逆壁斜めというのではありませんから、注意ですからね。 LOD 逆 LOD 壁斜め中央斜め、壁、中央、逆壁斜め、逆中央斜めですね。しかもややこしいことには、ややこしいことというか、逆にある意味ありがたいことというか、当然とも言えますが、第2 LOD になると全部、ね、この LOD に対して壁、中央になりますからね。したがって、例えば、最後の人、この
ワン、ツー、スリー、フォー、ね、スローというファイブステップ、女性であればワン、ツー、スリー、フォー、スローですね。でこの時にの表現としては第一エロギの中央に PP になってくださいと、こういうふうに言えますし、もう角っこに来て今のこのステップは第二エロギの始めだと思えば第二エロギに面してPP になってください。第2エロギに PP に向いてくださいとね。あ、PP は面するのはこっちですからちょっとややこしくなりますけども、要するに PP で行く方向は第2エロギとも言えますから、結局第1エロギの中央と第2エロギは一緒になりますね。じゃあ例えばこの方向は、皆様に質問です。この方向は、第1エロギで言えば何でしたか？また第2エロギで言えば何ですか？はい、こうですね。第1エロギで言えば逆中央斜めです。で第2エロギで言えば中央斜めですね。まあ今日はここまでにしましょうね。お疲れ様でした。はい、斜めの部分も心静かにちょっと眺めて覚えましょうね。はい、いかがでございましたか。例えば中央斜めと逆中央斜めは正反対の向きではなくて、壁中央のラインがちょうど水面、池の水の入った池の水面のような感じで、そういう上下の正反対だと思えばいいですね、逆のところはね。ではチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。次回にご期待くださいませ。